真実と書きました。ほんまものつみ、トゥルーかな。真実は、正当理である真実。こうするんですけどね、今日は省略します。これ煩悩具足と書きました。煩悩って皆さんね、人間生きるのに要求っていうんですかね、お腹が減るとか眠いとか、またお金が欲しいとか、嫌なことはかなんとか、好きなことは好きやとか、それみんな頭の中にインプットされて生まれてくるんですね。でそれがゆえに、煩悩があるがゆえに迷いが起こるというのがね、人間です。それを具足というのは備え持っていると。どなたにもね、やっぱりいい生活をしたいとか喜びたいとか、そういうのは日常でございます。しかし人間は煩悩を取ったら、なくしたら、煩悩がなかったらですね、いかにですね、きれいに生きられるかということは理想で思うんですけどもね、親鸞はですね、煩悩を持ったまま救われる方法を見つけたんですね。でそれがですね、これから書くものでございます。
これ妙号と書きました。こちら不思議と書きました。その、仏道修行は、行を積むことによって人間は変わっていく、立派になっていくと、まあ一般的です。しかしね、生活を追われたり、まあ子供のことで悩んだり、いろんなシャバはですね、苦がつきものです。ところがですね、人恋の念仏によって名号というのは南無阿弥陀仏のことを言ってるんですけどね、南無阿弥陀仏を口に唱えることによってね、自分の心は変わっていくという、チェンジしていくという、そういう教えをね、親鸞聖人は見つけられているわけです。簡単なね、行です、行いです。誰でもできる、難しくない。それにはね、一つだけね、条件が、その条件を書きますね。ここにね、本願他力と書きました。本願というのはね、我々自分のことしか分かりませんけれどもね、分かっていただいている人がね、他にあるわけ。自分の親であるかもしれないし、親戚のものであるかもしれないし、もう一つそれを超えてね、阿弥陀仏という仏様は見てござる、守ってござる、こう言います。ということはですね、皆の本願を信じ念仏申せば仏になるということをね、真宗は大事にしています。それはですね、自分の行を積むだけじゃなくてね、その積めない人もいるわけ。そういう人にはですね、お念仏を一声心から唱えることによってね、救われていく、摂取不捨されていくという、そういうことをね、親鸞は説いていてくださるわけですね。長くなりますけれども、もう一つ申してですね、終わらせていただきます。